Google Cloud ラットフォームとは Google が提供しているクラウドコンピューティングサービスである。Google 検索や YouTube などのエンドユーザー向けのサービスでも同じインフラストラクチャーが利用されている。様々な管理ツールに加えて一連のモジュール化されたクラウドサービスが提供されており、コンピューティング、データストレージ、データ分析、機械学習などのサービスがある。登録には クレジットカードまたは銀行口座の情報が必要である。Google Cloud Platform はインフラストラクチャーズ A サービス、プラットフォームアズ A サービスおよびサーバーレスコンピューティングの隠し環境を提供する。2008年4月、Google は App Engine ンンの提供を発表した。これは Google が管理するデータセンター内で ウェブアプリケーションを開発及びホストするプラットフォームであり、Google の最初のクラウドコンピューティングサービスであった。このサービスは2011年11月に一般公開された。App Engine の発表以来、Google は多数のクラウドサービスをプラットフォームに追加し続けている。Google Cloud Platform は Google Cloud の一部である。Google Cloud にはその他に Google Workspace、エンタープライズ向け Android よび Google、Chrome OS、機械学習のためのアプリケーションプログラミングインターフェース、エンタープライズ向けマップサービスなどが存在する。Google Container Engine、Kubernetes に関するカンファレンスでのプレゼンテーションの、様子 Google は90以上のプロダクトを Google Cloud ブランド以下に一覧しており、それぞれ Web のユーザーインターフェース、コマンドラインツール、 テスト API が提供されている。主要なサービスを以下に挙げる。Google Cloud Platform は2020年第1、四半期現在で24のリージョンと73のゾーンで利用可能である。一つのリージョンはユーザーがクラウドのリソースをデプロイできる一つの地理的な場所に対応している。各リージョンは地理的に独立した領域であり、複数のゾーンから構成される。 一つのゾーンはリージョン内の Google クラウドプラットフォームのリソースをデプロイする領域である。一ゾーンはリージョン内の単一の障害ドメインと考える必要がある。ほとんどのリージョンには3つ以上のゾーンが含まれている。2020年4月現在、Google クラウドプラットフォームは以下のリージョン及びゾーンで利用可能である。他の主要なクラウドサービスプロバイダーを知っている人のために 類似サービスを挙げる。Amazon Web Service、Microsoft Azure、IBM Cloud と同様に Google Cloud プラットフォームにおいても一連の Google Cloud Certified プログラムが提供されている。学習には様々なオンラインとライブワークショップの選択肢がある。プログラムにもよるが認定試験はオンラインまたは世界中のテストセンターで受験できる。 Google Cloud Summit 2017ありがとうございます。